はい。えー、皆様、えー、こんばんは、えー。今日は10月の11日月曜日、えー、ボギーチャンネル、私主催のボギーテドコンでございます。いやー、本当に今日も楽しくいろいろね、お話ができましてよかったかなと思いますけど、今日も桜の収録、すごいね、あの、時間が足りないぐらい喋りまくりまして、最後はもう本当に喉が、 え、カラカラになるぐらい喋っておりました。なんか最近はね、1時間じゃ足りないような、そんな感じになっていますけど、まあ、ラジオも桜も同じような傾向になりつつあります。まあ、キャスの方はね、あんまり長く喋るとやっぱり、あの、疲れてくるんでね、聞いてる方が。 あの、30分ぐらいでいつも切り上げようと思ってるんですけど、最近は熱心になりすぎて32分とか34分とか、本当にお付き合いいただきまして、ありがとうございます、えー。さて、今日もたくさんの方々がお見えになっております。スッチーさん、コうスケさん、セイラさん、えー、こんばんはでございます。はい、それから、えー、塩サバさん、えー、モンドさん、えー、モンドさんからはニラ。 コースケさんからはいつもの島らっきょうスムージーをいただいております。ありがとうございます、えー。カルガモさん、森の都さん、どうもこんばんはんこでございます。はい、そして、はい、もう6年前からの、えー、常連中の常連であります。オキパヨ愛好会。<laughs> もう、本当に。この名称もう読むたんびにもおかしくておかしくても、もはい、えー、埼玉出張所所長さんからは、 ニラもいただいております。はい。コスさんからクラッカー、ハツさんどうもこんばんはんこでございます。え、今日もね、またいろんなお話し,していければなぁなんて思っておりますけど、さて今日もトップページ、ろくでもない写真から、えー、これ実はね、えー、チャンネル桜沖縄支局の前を通過していった、はい、統一連。はい、統一連。でございますよ、皆さん。 統一連。そうですね。統一連というと、赤ですね。赤です。赤。はい。統一連イコール赤。共産系だったと私は思いますけど、その統一連の外線車。ね、本当にこの連中、いい車ばっかり持ってるんですよね。で、こういって走り回ってる車も、ね。 運転してる方、ボランティアですかそれとも先住なんですかね、まあ、お仕事としてやってると私は思うんですけど、まあ、このように外線車転がして給料もらえるなんていい仕事だな、なんてね、思っております。さて、この車、チャンネル桜支局の前を通るときは、あの、非常に、あの、静かでした。 まあ、なぜかと言いますと、えー、チャンネル桜沖縄支局の近くに、えー、県立高校がありまして、さすがにこの学校の近くでは、拡声器でね、がなり立てないようにしてるのかなというふうに私は思いました。まあ、ところが、交差点をね、曲がった瞬間、赤峰政権赤嶺政剣は切手ですね。 はい。赤峰政権さん。沖縄一区の、えー、共産党の現職の衆議院議員ですけど、赤峰政権はともう赤峰政権、赤峰政権、連呼して走っていたんですけどね。はい。セイラさん。えー、車は白だけど赤ということで赤でございます。統一連皆さんのところにも 統一連ありますかねまあでも本当に日本中から沖縄にね、そういった赤い連中が集結してるんじゃないかと思うぐらい沖縄、こういった赤い連中がね、当たり前のように、はびこっているんですよね。本当にはびこってる。さて、その車の横に貼られてるポスター、ちょっとね、私見てみたんですけれど、これですね。まあ統一連。 赤なんですけど、貼られてるのもみんな赤。はい、赤ですよ。もう完全に赤ですね。まあこれ、オール沖縄で政権交代。いやー、香ばしい。そしてドアには、ノースプレーの見慣れたステッカーが貼られているということでございましてね。はい。皆さんのところ、統一連ないですかカーターさんのところにも、統一連ないですかねまあ統一連って言うと全国的な組織だと思う。 ですけど、ね。はい。赤です。真っ赤っかも。赤ですよ。赤。はい。まあ、このポスター、よーくね、まあ、見てみると、一番ど真ん中に、バーベキュー知事、そして、えー、現職のね、二人に、新人の二人という顔触れなんですけど、まあ、簡単に言えば、このポスターと、ほとんどね、似たようなもんだと思います。これね。 1>, 1区、赤峰政剣。2区、荒垣国をね。3区、や良とむそして4区、金城徹、ど真ん中がバーベキュー知事ですね。はい。えー、投票用紙には BBQ と書いたら、無好評になりますね。はい。マキティナイビランドって、この人たちなんでこんなにね、あの、方言を使いたがるんですかね。 不思議ですよ。本当に方言を使いたがる。しかし本当に赤、峰、政権さんね。はい。あの、色まで赤ですね。やっぱり赤が大好きでございましてね。まあでも本当に共産党っていうのはなんかみんな顔つきが似通ってくるんですよね。不思議と思わないですかみんななんとなく雰囲気がそっくりになってくるんですけどね。 はい、4区と2区の荒垣国夫さんと徹さんは、ね、徹さんがちょっと痩せたら見分けがつかないぐらいそっくりのような気もいたします。そして3区の矢田智弘さん。まあ、この方はね、あの、反米ね、基地はいらないって言っときながら、米兵に不動産を貸していたというね、はい、不動産を持っている非常に裕福な方でございます。まあ、 この衆議院選挙の補選で3年前にね、当選したんですけど、その3年間何を成し遂げたか、半吉だけですね。まあ、ど真ん中はもうバーベキュー知事。もう本当に時間が経てば経つほどメッキが剥がれてきてね、大恥をかいている知事なんですけど、そういった中で今日はね、えー、このある候補者、まあ、立候補予定者の恥ずべき姿をね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います、 思います。さて、この写真。はい、すごいですね。はい。テリア監督の後継者。荒垣国夫。社民党。戸口正史。それから二連登りですね。三連登りって言うんですか、これ。はい。そしてね、この後ろの看板には、はい。内縄の未来は内縄中が決める。 うちなんちゅが、ね、うちなんちゅの未来は、うちなんちゅが決めると言って演説してるのは、これって、水ポタンではございませんか皆さん。水ポタンですよね。いやー、本当に水ポタンじゃないですか。右にいるのはちなみに私じゃないですからね。はい。右にいるのは私じゃないですよ。なんとなく似てるなと思った人もいるかもしれませんけど、全然違いますからね。これ私じゃないですよ。 私が水ポタンと一緒に立つことはありません。そうですね、セイラさん。内南中になった水ポタンということでございましてね。いや、内ちの,の未来は内南中が決める。そうですね、カータンさん、福島、水ポタンは、内南中じゃないんですけど、ゆうは何しに沖縄へと。はい、先日は、ゆうは何しに東京へっていうね、知事がいましたけど、ゆうは何しに、えー、沖縄へっていうね、こういった、 え、議員がいるということでございましてね。いやー、これ、はい。街頭演説会。皆さん、気づきましたかねはい、これ、公選法違反ですよ。公選法違反。明らかに公選法違反でございます。なぜなら、今度の衆議院選挙に出馬する予定の荒垣国夫さんの名前がね、はい。 染め上げられた上り旗が立っているということでございまして、ただ名前を書いてるだけではなく、現職のテリア監督の後継者と書いているんですよね。これってもう完全に衆議院選挙をね、念頭に置いた上り旗なんでございますが、その下には沖縄2区とまで書かれているんですよね。そうですよ、ラプテンさん、事前運動。こういったのがね、沖縄では 堂々とね、できちゃう。できるんですよ。こういったことが堂々と。えー、本当に、社民党なんて憲法9条を守ろうなんて言ってるくせに、公選法は、これぽっちも守る気はないみたいですね。はい。そしてこれも、そうですね。はい。えー、トールさんの、本人ですという、たすきまでやって、 立っておりますはい、近所を通るというね、顔写真と名前が入った旗をね、立ててお手振り、もう完全に公選法違反です。それとね、この政権交代というでっかい看板をね、道にね、張り出し、はみ出して、このようにやっているということでございまして、まあ、国民の命、はい、菅政権守れる政権交代だと。 はい。いやー、本当に、菅政権、いつの話なんですかね。そもそも政権交代が目的っていうことは、庶民のことは何も考えていないということではないんですかね。さて、ここでね、まあ、公職選挙法に書かれていることを皆さんにちょっとお見せしたいと思いますけど、 はい。これが公職選挙法。はい。えー、公職の候補者、または公職の候補者となろうとするもの、はい。各個公職にあるものを含む現職という意味ですね。政治活動の一環としてと。街頭や駅前などで行われる街頭演説や挨拶行為において、 これらの公職の公社等の氏名または氏名が類札されるような事項が表示された、上り、旗、プラカード、たすき、腕章等以下上り等というを掲示、括弧使用することはできませんと。いやー。ねこれ、二段。二段旗三段。 また、どころじゃないです。本人の名前だけデカデカデカと書いて写真まで入っています。はい。ねこのあの、二連登りとかね、二連ポスターとか、そういう抜け道はあるんですよ。まあ、実はそういったものは、あの、立候補する予定者のみならず、あの、例えば当主の写真とかね、名前をね、入れて、えー、いわゆる立ち会演説会の、あの、告知とか、 そういったものに使っているというね、あの、言い訳をして、えー、立てることは、あります。はい。本当はこれも非常にグレーなことでございまして、実際にはね、そういった、えー、講演会とか、はい、そういったのをやらないのに、あの、いわゆる2連、3連の、まあ、ポスターなどをね、掲示するっていうことがね、多々やっぱり起きているんですよね。 いやー、しかし、本当にね、この人たち、今、カーターンさんが1枚で3段はセーフと書いているんですけど、1枚で1人の名前だけ書いてますよね。はい。一応他の人の名前も書いてます。デリア監督の後継者。さあ、カーターンさん、それはセーフですかアウトですかねえ。 はい。こういうふうに法律ではね、結構厳しく、まあ、決まっているんですよね。まあ、そういった中で、もうこれは完全にアウトというのがこれでございます。はい。えー、これも、金城徹さんの街頭活動。まあ、これね、政治活動と本人たちは言ってると思いますけど、これ、もう完全にアウト。なぜなら。 はい。顔写真入り。ね。本人の名前入りの旗をこうして並べ立ててですよ。本人ですっていうタスキして手振ってるんですよ。この人、頭大丈夫かなと思いますよ。ね。確かにあの、タスキに名前をね、入れてないところは確かにセーフなんですけど、その後ろにね、運動員がこういうふうに、ね、近所を通ると、 あの、大きく書いて写真まで載ってるやつをね、あの、立ててやってると、今、カータンさんが書いていますけど、これはもう、ね、政治活動じゃなくて、ね、選挙の事前運動になってしまうんです。ところが、沖縄では、こういったことをやってもね、誰も取り締まりをしない。はい、誰もしません。不思議ですね。本当に誰も、 取り締まりをしたりね、注意をしたりするのはありません。さて、これは皆さんどうだと思いますかはい。えー、近所通さん、本人ですという助けをやっています。そこには、あのー、こう書いています。オール沖縄4区代表って書いてるんですよね。はい。オール沖縄4区代表。 何ですか四句っていうのは、これ、衆院選のことじゃないですかね本人ですと。まあ、本人ですと書いてるから、政府かもしれませんが、その横で掲げているポスターが完全にアウト。はい。もう完全にこれ公約ですよね。そして本人の名前だけです。近所を通る子供たちに大きな夢を。 ね、待機児童ゼロと教育環境の改善って書いてます。いやもう呆れてね。本当に呆れて物が言えない。これを掲げて立っていたら、ね、本人ですと言って、本人はそりゃ誰だっていうことになったとしても、そばにこんなして近所を通るなんて書かれていたら、完全に、これは通るさん本人だねっていうことになるんですよ。いやいや、ハチさん、ん、この人たち。 これね、適法だと思ってますから。いや、違法行為だと思ってないんですよ。これが適法だと彼らは思っています。そしてね、支援者たちもね、公選法、守って落ちたらただの人。公選法、守って落ちたらただの人ということでございましてね、周囲もこれをね、正そうとすることはない。ないです。 ありません。はい。注意したら逆切れするかもしれませんよ。はい。そしてこれなんか本当にね、もう、投げかわしい。さあ皆さん、ね、タスキは本人と書いています。ところがその本人が自分の名前を書いた、ね、登り旗を持ってお手振りをしています。 これどう思いますはい、皆さんこれは。アウトでしょうかセーフでしょうかセーラーさんから、アウということでございますね。いや、本当に投げかわしい。公選法多分知らない。だと思います。知らないんですよ。いや、知ってて違反してるわけじゃないと思います。公選法を知らない。この人たちは。 ね。普通だったら、こんなことやったらね、警察とか、戦艦に見つかったらね、注意受けたり、ね、ああ、これはもう事前運動ですからっていうことで、ね、事情聴取されたりしてもおかしくないんですよ。ところが、沖縄ではこれが野放し。これ県外でやったらすぐ、警察が飛んできますよね。はい。これ事前運動ですねっていうことで、聴取取られて下手すると、罪問われますよ。ところが、沖縄では、誰も、 これをね、正そうとしません。校舎自ら、ね、講演会もそうなんですよね。はい。そしてもう一番呆れた写真がこれですね。どうですか皆さん。なんかマナティーおじさんかなと最初思ったんですけど、金城徹さん、本人ですという助けをやって、ね、金城通ると、 書かれた大きな旗を持って手を振ってます。こういった写真をね、堂々と公開できるこの精神状態って一体何なんですかね。まあ普段はね、あの憲法を守ろう、救助を守ろうなんて言っているんですけど。ね。はい。 まあでもね、こうやって公職選挙法っていうのは全国一律で、沖縄だけね、ローカルルールがあるっていうわけじゃないんですよ。ね。まあでも最近戦艦もようやくね、重い腰を動かしたかなと思ったら、えー、政治家とね、戦隊向けてのことであって、一般県民向けの啓蒙活動は全然前に進んでいない。ということでね。そうですね、さき店長。 戦艦も県警も公職選挙法を知らないのかなと。いや、前に私も経験があるんですけど、警察にね、こういうことで違反してますよっていうことで電話をすると、それならまず、あの、戦艦の方に電話してください。って言って切られるんですよ。かといって、今度戦艦に電話をすると、あ、この件については、あの、警察の方で、あの、扱うことになりますんで、警察に電話してくださいと。 いやいや、警察に電話してからオタクに電話してって言われたんですよつっ,っても、いや、そう言われましても私たちのところでは、あの、警察ではないので、あの、それをね、あの、検挙するとかそういったことはできないんですよと。そうですか、じゃあもう一回警察電話しますと。警察に今度電話をすると、今度はですね、はい、警察は、これはあの、選挙に関わる問題なので、まず私たちの来る、 とこに来る前に戦艦の方に相談してもらえますかと。メビウスのはですね。はい。メビウスのは。いや、本当にね、ありえない。こんなして堂々と立ってるんですよ。皆さん。本人って言って。本人っていう助けをすれば OK だと思ってるんですよ。 このたすきに、例えば、近所を通るって書いたら完全なアウトですよ。でも、本人ですっていうたすきをしても、近所を通るというぼり旗立ててね、本人が持って手を振ってるんじゃ、これ、たすきしてるのより悪質なんですよ。はい。本当に呆れて物が言えない。ね、オール沖縄っていうのを、本当は、こういったね、あの、憲法9条ばっかり、 勉強してて他の法律っての知らない、ね、球場バカじゃないのかなって私思ったりしますけど。ね。はい、カータンさんから、上りはアウトと書かれております。もちろん、この近所を通るとね、書いたポスターをね、このガードレールなんかにくくっててもアウトでございます。はい、通報されていますね。しかし、何の音が目もありません。 おがめはありません。相変わらず、はい、ただいまし、ということでございまして、まあ、警察も、その、地域の戦艦もね、もうできるだけ触りたくないと。触りたくない。はい。えー、カータンさんから、上り横断幕は、えー、高専法上では看板になります、ということなんですよね。もう完全に看板です。本人の看板です。 なのに、こうして意気揚々とね、写真に収まる。このレベルの低さ。ね、こんな連中が国会議員になったら、私本当にね、真面目に政治のことを考えている一般市民が本当にかわいそうだなというふうにね、私は思っております。さき店長から。 どっちも責任逃れですね。それが仕事であるはずなのに、えー、事件を受理せずスルーすれば仕事が増えないので楽なのはわかるが、それだと共産主義国家と同じレベルということでございましたね。いや、本当に選挙のたんびにこの点私たちそっちゅう口が酸っぱいほどね、あの指摘しますけど、全くと言っていいほどあらたまらない。ね、塩様さん。 前回の参議院選挙の時に通報しましたが、警察は全く動かない。ということで、カータンさん、把握してても動かない県選管。はい。まあ実は今ね、あの、沖縄県選挙監視委員会というフェイスブックページと、あと、はてなブログで、今こういった公選法違反のね、状態っていうのをバンバン乗っけてアップしていますけど、やっぱり、 県の戦艦とか警察も見てるはずなんですけど、全く動かない。はい、動かない。カータンさん指摘したら、もぎょもぎょとね、と思っている沖縄県の戦艦ということでございまして、ね、沖縄の人ってなかなか戦艦に電話してどうのこうのってやらないんですよ。で、カータンさんみたいなね、はい、これはいかんだろうっていう人が電話すると戦艦を慌てて答えきれなくなるという、そういった状態がね、 あの、ずっとずっと、あの、続いております。はい、そういった中で、はい、これは、あの、私もね、えー、よく存じ上げております、えー。島尻愛子先生。はい、島尻愛子先生ですよ。はい、この方が、あの、掲げている、あの、 いわゆる、上り旗は、ね、動く、強く、優しくと書いてあります。どこにも、島尻、愛子なんて書かれてはいないんですよ。はい。非常に微妙です。なぜなら上に似顔絵が書いていますからね。微妙なんですけど、先ほどのね、あの、本人の名前と写真入りに比べますと、だいぶ気を使ってるなっていう感じはします。ただ、沖縄ではね、 保守も革新も、あのー、いろいろ、はい。同じようなことをやってたりするんでね。ただ、あのー、やはり保守系の方が少し控えめかな、というのがあります。はい。これ、動く強く優しくは OK。で、本人も、え島尻愛子という助けをしてないから OK。 で、ございます。周囲にも、島尻愛子という旗は全くありません。ね。これはまだ良心的な方ですよ。愛子先生はね。ただもう他の選挙区では、やっぱり保守も革新もね、似たようなことをやって、ね、お互いでも競い合ってると。もう、北中城なんかに行くとね、もうその北中城が選挙区のね、候補者の上り旗があちこちに、 立ってるんです。はい。まあ、個人の敷地内ですけど、そこにパタ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 旗めいているんですよ。まるで競い合うかのようにね。うん、で、あと、公用地。はい、公用地ですね。公共のね、空き地とかそういったところには、二人のね、旗が並ぶように、立ってたりしてですね。本当に、モラルっていうのはどこへ行ったんだろうなんてね。 私は思ってしまうんですよね。まあでも沖縄の選挙っていうのは相手がこういったことをやり始めると支援者が誰々はどこどこに旗を立ててるのにお前はあのやらないのかということで、はい、そういったこともあるんですよ。はい今カータンさんがねやだともひろチャンネルもダメですって書いてますけど内容がねもう選挙に出る ということをね、まあ匂わしたり、そういったことをやったらやっぱりアウトになります。自分はこういう沖縄にしたいんだけど、沖縄の問題点はこうだね、だったらいいんですけど、ね、私が衆議院議員に再選されたら、こういったところをね、変えていきますと言ったら、もう完全にアウトになります。まあ公選法のね、あのー、いろいろ書かれてるの、私のところにクリアファイルが えー、4冊分あります。1から4まであって、これあの、自分がね、参議院選挙出るときに、やっぱり見てましたよ。開いてね。そういうふうに開いて見ていました。えー、ピョンタさんが名前がダメなのねって書いてますけど、いわゆる、候補者。はい、立候補する方の名前をね、推察されるものはダメですよ、ということなんですよね。はい。ですから <laughs>、 今、カ田タさんが上り、横断幕に候補者名プラスチャンネルはアウトということでございまして、まあ、これからもね、あの、どん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 こういったもの上げていくんで、沖縄のこの恥ずかしい状況、ね、身内の恥のようなもんですけど、やはり記録として残していかないとどうにもならない。えー、ぜひ私のね、Facebook や、あのー、 ツイッターにどんどん上げていきますんで、どうぞね、写真の方、これが沖縄の選挙だっていうことで、ガンガンやっていただきたいなと思っております。はい、ということで、今夜のボギーチャンネル、はずべき公選法特区沖縄の現状ということでお送りさせていただきました。選挙前のポスターや上りに、この候補者予定者のね、 名前を書くのはアウトということでございまして、これも一つ勉強として心の片隅に残しておいていただきたいと思います。ということで、本日の放送もこれにて終了します。皆様、明日またお会いしましょう。ごきげんよう。